すぐにバレちまうさ。だから可能だとしたら、俺たちが引っ越してくる以前、多分俺たちがまだ小田原に住んでいた頃にこの屋敷の工事と一緒に済ましていたんだろう。お父様は家族生活と愛人との生活の二つを両立させようと最初から想定していたと考えるのが妥当なんでしょうね。多分愛人との関係は小田原時代にまで遡るでしょうし。だろう。親父殿が言うように、後宮家復興の軍資金となった莫大な黄金が彼女によってもたらされたとするなら、小田原時代にはもう信仰があったと見るべきだろう。莫大な黄金を貸し付けられるだけの信頼関係だ。どれほどの古い縁か想像もつかんない。おそらくお父様が事業で成功する上で何か貴重な助言をしてくれたのでしょう。それに恩を感じ、その人物が黄金を与えてくれたというような言い方をしたと考えるのが自然です。そうと考えればその後も信仰があったのは当然でしょう。それはおそらく愛人というただれた関係ではなく、後宮家の危機を救った恩人としてに違いありません。夏希さんの言うのも一理あるかもわからんな。だが仮にそうでも、隠し屋敷を作って住まわせるってのはちょいと行き過ぎた話やろな。恩だけでは測れん感情があったんとちゃうか。まあ全ては憶測だ。第一、その隠し屋敷は誰も見つけたことがねえ。兄貴はこの島をリゾート開発する気なんだろ。その際にひょっこり見つかるかもしれねえぜ。案外そこに黄金もあったりするからな。お前は六軒島を宝島か何かだとでも思っているのかね。とぼけないでよ。兄さんがリゾート開発と称して島の全域調査を計上しようとしてたのを知ってるのよ。例のトラブルのごたごたでできなくなっちゃったそうだけどね。なんだか知らんが誤解だな。島の調査はリゾート化の第一段階として極めて当然のことだ。森に魔女が住んでるっちゅうのはそのまんまおとぎ話やが、森の中に誰も知らない屋敷があって金髪の姉ちゃんがひっそり隠れ住んどるっちゅうのも十分おとぎ話やな。そうね、シチュエーションだけだったらまるで童話か何かみたいね。ローザ、そういうの好きでしょう。まあね。この島に屋敷を建てた頃は親父殿の特に全盛期だ。金に物を言わせてどんな妄想も実現しただろう。森の中にひっそり佇む魔女の屋敷、親父の好きそうなシチュエーションだ。だな。オカルトチックというか、メルヘンチックというか、親父の趣味って気がするぜ。お父さんがそういう夢を思い描いて隠し屋敷を建てることは不可能じゃないかもしれない。でも現実的な話、
その隠し屋敷に愛する女性を不自由なく何十年にもわたって住まわせることなんて可能なのかしら。さあ、愛さえあれば可能なんじゃない？愛する女性が健やかに過ごせるような設備よ。それもお父さんなりのね。それはたとえ規模が小さかったとしても、趣向を凝らした快適な邸宅に違いない。そしてそれを維持するには、電気、ガス、水道、あるいは身の回りの世話に人間も必要かもしれない。食事の世話だって大変でしょうね。衣服や化粧品、日用品。女の身の回りは簡単じゃないわ。それだけのものを家人にも使用人にも悟らせずに維持することって可能なのかしら。そこまで言われると確かにな。だがそれでも親父ならやってのけるかもしれんという気持ちは残る。何しろあの親父だからな。そうね、あのお父様だものね。お父様はやり遂げることは何があってもやり遂げます。常人には難しいから無理だろうという理由はお父様に関してだけは当てはまらないでしょう。親父殿に関してだけは見くびらん方がいい。親父の狂気は常人の思考では理解にも及ばん。お父さんの黄金伝説は独権島を取得する前からや。となるとその愛人との縁は30年以上ということになるな。ってことは今いくつなんや。下手をしたらわしらと同じかそれ以上の年齢とちゃうか。体にもボロが出る年頃のはずや。どんな屋敷か知らんが人目に触れんようなほとんど軟禁に近い生活はそう快適とは言えんやろな。そうね、お父様が語るベアトリーチェについての話が正しいならその縁は30年以上。当時は魅惑的な若い女性だったかもしれないけど今は私たちと同格のタフな食えない女と考えるのが妥当でしょうね。手紙の内容からもそれは容易に想像できるわ。お前が言うか。よせよ兄貴。そして俺たちの想像が本当なら親父の遺産問題に彼女は胸を張って参加したいはずなんだ。何しろお袋と違い相思相愛だった可能性が高いからな。本人には愛人の自覚と同時に正妻としての誇りもあるかもしれない。それはお母様への侮辱に当たりますよ。ああすまん。だが親父とお袋が親戚の長老たちによる政略結婚だったことは誰もが知ってる。だからこそ親父に愛人がいてもおかしくないと確信できるわけだがな。となると財産権どころか
家督争いにも食い込む気満々ってことに。なるほどな。この手紙の趣旨が少しだけ見えてきたよ。碑文の謎を解く者に家督を。そういう意味か。仮にその愛人が後宮家に序列を得ていたとしても、その序列はお父様の血を直接引かない以上子供に劣る。つまり序列は老座より一つ下ね。とても家督争いに加われるようなレベルじゃないわ。そういうことか。魔女の碑文を解けば序列に関係なく家督が継げる。つまり全く可能性のないベアトリーチェにとって最も有利な条件ってわけだ。ずうずうしいにも程があります。仮に愛人が実在したとしても、当主継承権を争うなど身の程をわきまえぬ暴挙です。なんという身の程知らず。まあ、その暴挙のおかげで私たちにも公平にチャンスがあるわけなんだけどねえ。それにお父様はこの暴挙を黙認されている。後宮家を継ぐのは愛人ベアトリーチェか、愛はなくとも血を受け継ぐ私たちか、それを争わせて確かめたいというのでしょうね。でもその条件を向こうが出してきたということは、向こうは十分な勝算があるということじゃないのかしら。それもそうや。第一、ベアトリーチェはあの手紙の文面通りならお父さんの顧問錬金術師、つまり黄金の管理者や。その隠し場所を知っていても何の不思議もないやないか。こらひどい話やで。答えを知っている謎々を出してきたも同じや。これでシャーシャーと現れて、これが答えや、家督はいただきやで、なんて言われたら、わしらすべてかっぱらわれちまうわ。うん、そうね。謎々の出題者は常に正解を知っているものよ。これは私たちからすべてを奪うために作られた罠の可能性が高いわ。そこまで考えると、そもそも彼女が本当に黄金を持っているかどうかは怪しいと思わんかね。なぜ我々にその存在を教える。黙って着服すればよいもの。確かにおかしな話だな。いいえ、チェス盤をひっくり返して考えれば、黄金を実際に持っている可能性は低くないかもしれない。どうしてそんなことが断言できるのよ。待て姉貴。キリエ、続きを話してくれ。どうしてそう思うんだ。だって私たちは魔女の碑文なんていう謎々の答えを教えられたくらいで、本気で後宮家の家督を明け渡す気？謎々の答えに感服して降参を？そらまあ、それもそうやな。謎々の答えを教えられたくらいでわしらがあっさり降参して家督をはいどうぞと渡すかっちゅうたら、そら甘い話やな。当然です。後宮家の家督をそんな程度のことで譲ることがあるわけがない。そういうことよ。いくらベアトリーチェが一方的にこんなゲームを提案しても、そして見事その答えを示してみせたとしても、私たちは家督を素直に譲るわけもない。
つまり私たちがこのゲームに対等な条件で挑まなくてはならないという強制力がない限り、このゲームは成立しないのよ。そうだな。負けた時、家督を譲ることに強制力を持たせなきゃ、このゲームは成立しない。その強制力というのはどういう意味だね。我々を鎖で縛って家督を譲るよう脅迫でもしようというのかね。なるほどね。私たちが喜んで家督を放棄したくなるようにすればいいわけね。なるほど。ならば確かにベアトリーチェは10トンの黄金を持っていなければならない。そうか、わしにもはつまり取引っちゅうわけやな。え、どういう意味ですか。取引？何を。後ろ宮家の家督と隠し黄金をよ。ベアトリーチェはきっと10トンの黄金の所在を明かし、それで後ろ宮家の家督を買収するつもりなのよ。バカバカしい。栄光ある後ろ宮家の家督をお金でやり取りしようというのですか。冒涜です。後ろ宮家への冒涜です。怒らずに聞いて。その栄光ある後ろ宮家には今どの程度の財産があるの。私たちはそんなにも裕福なの。裕福の定義とは財産で決まるのではありません。心の持ちようで決まります。私たちの財産状況が一体何の。私はともかくお前たちの状況は芳しくないと聞いている。あら、そう。兄さんの財政状況だって相当に芳しくないと聞いているわよ。次々担保に入れて新しい博打の掛け金にして、負けを認めないために次々新しい博打に手を出して、内情の話をしたらこの中で兄さんほど火の車の人間は存在しないわ。どれだけ損失を出してんのよ。兄さんは才能ないのよ。誰の才能がないというのですか。理由にことかき、火の車とは。多少の誤解があるようだ。ビジネスは経過で判断できるものではない。私のような長期的視野でのビジネスともなると、時に短い単位期間では一見大きな損失を出しているようにも見えるものだ。兄貴、裏は取れてんだぜ。今は見栄を張ってる場合じゃない。つまりキリエはこう言いたいのさ。俺たちは全員が全員金に、そしてベアトリーチは10トンの黄金を持っている。ベアトリーチは自分だけがありかを知る10トンの黄金で私たちに家督を売らせるつもりなのよ。10トンの黄金の価値はどのくらい。ざっと見積もって20億、いえ200億ね。これだけを積まれたら私たちは歓喜して彼女を次期当主に認めるわ。冗談じゃないわよ。多少お金を積まれたくらいでどこの馬の骨とも知れない女に家督を譲るなんて。アホ抜かせ。
もともとお前に家督なんぞいかんやないか。わしらは何も失わずに金だけをもらえる話やで。そら損得勘定は必要やろが、聞くに値する話や。まあ、四等分とはならねえだろうな。次期当主を降りることになる兄貴に取り分が多くなるのはやむを得ねえだろうよ。羨ましい話だぜ。あなた、金額の問題じゃないでしょ。不甲斐ない弟たちはお金で後宮家の栄光を売り払うつもりなのですよ。ここで長男の威厳を示さずして何とするのです。夏希、しばらく黙っていなさい。あなた、こりゃクラッとくる話だぜ。俺たちは兄貴から2億半ずつ引っ張ろうと思ってた。もし魔女様が俺たちに10トンのうちの1割も弾んでくれたなら、20億ね。ああ、俺たちは当初の見積もりの10倍も弾ま、そんだけあれば俺たちは十分だぜ。どうせ後宮なんて名前に未練はねえんだ。喜んで売っ払ってやら。10トン全てを提供してくれるかは、さすが、なるほど。私たちにとって魅力的な話になるわね。私たちは、ベアトリーチェなどというよそ者を弾き出すために、兄弟同盟を組もうとし、しかし、彼女の目論みがこうならば、私たち兄弟の団結はバラバラにされるわ。ええ、今こそはっきり断言できる。ベアトリーチェの手紙の目的は、私たちの結束をかき乱すことなのよ。おごりなのかしら、あるいは遊び。何の話？魔女は碑文を解いてみろと私たちに挑戦状を送ったわ。どうせ解けないだろうと高をくくってるでしょうけどね。でも何万分の1かの確率で私たちが解いてしまう可能性もあるはず。何しろここにはお父さんの血を引く子供が4人もいるのよ。出題者の血縁者が4人も揃い、財産を奪われまいと死に物狂いで知恵を出し合ったなら、偶然にも謎が解けてしまうこともあるかもしれない。
つまり魔女の手紙に書かれている挑発文はベアトリーチェにとってリスクにしかならないのよ。確かに兄弟の連帯を分断するという効果はあったけれど、それを狙うためだけにわずかとはいえこのようなリスクを、私は不用心だと思う。でもね、ある種の感情を念頭に置いたとき、このリスクは理解可能になるのよ。それがおごりだというの？ええ、そうよ。圧倒的な優位に立つと人はおごるわ。すると敗者に対し、その優位性をひけらかすために微小なリスクをわざと背負うことがある。適度なリスクは勝利の喜びを引き立たせるスパイスだもの。リスクなき勝利ほど退屈なものはない。わかるわ、私もそういうのよくわかるわ。ベアトリーチェの手紙の真意をもっともらしくいろいろと解釈してみたけれど、実はこれが真実かもしれない。あの手紙の裏に潜む感情はおごりなのよ。おごり。難解な碑文がお前たちに解けるものかと、私たちを見下して威張り散らしたいのよ。案外ひょっとすると碑文はお父さんじゃなく彼女が作ったのかもしれないわね。上等じゃないの。碑文の謎が解けるかですって。もしも解いたなら私を当主にしてくれるのね。解いてやる。魔女の挑戦を受けてやるわ。他の間抜けな兄弟たちに解けるものか。私一人が解いて、私こそが後宮家を引き継ぐにふさわしいということを証明してやるわ。その挑戦の私が謎を解いてやる。なるほどな。魔女じゃなく、ベアトリーチェという名の愛人が島に存在していたわけか。つまり、人間は18人以上いる。ということは、18人全員に不可能だから、魔法犯罪である。という、これは大きい情報だぜ。失礼いたします、マトラ様。紅茶とクッキーはいかがですか？いらねえよ。俺は今取り込み中なんだ。放っておいてくれ。おやおや、それはそれは美味しく焼けたクッキーなのに、人間ごときにはもったいないくらいに素敵に焼き上がった。それはそれは、気が向いたら食ってやるぜ。その辺に置いてとっとと失せな。さようでございますか。それではそのようにいたします。冷めてからお召し上がりになって、焼きたてを召し上がらなかったことを存分に後悔なされると良いでしょう。いちいちうるさいやつ。まあ、耳元で気色悪くケラケラ笑うベアトのやつよりはすぐだマシだがよ。いえいえ、まっとく。お嬢様の笑い声は時折実に品があります。それを聞くたびに、なぜ私ほどの高貴な悪魔があのようなものを主にしなければならないのか。変なやつだな。そんなに嫌なら使えなきゃいいだろうが。それでもなおお使いするのが、体
家具。それでなくては家具は務まりません。それはさておき、ゲームの方はいかがでございますか。先ほど良い情報を見つけたようなことを言われ、はてさてどのような浅知恵が思いついたやら。お方、19人目の存在に自信を深めたからでございましょう。よろしければぜひご考察をお聞かせ願いますか。ああいいぜ、どうせベアトの前で改めて言うしな。隠す必要もないぞ。いいか、この島に隠し屋敷があって愛人を住まわせていたらしいんだ。となりゃ俺を苦しめてきた18人なのか19人なのかって疑問は簡単に決着する。マトラ様は魔女を否定するくせに、18人の中にも犯人を求められないダブルスタンダードの袋小路に自ら追い込まれました。魔女を否定する最も簡単な方法は18人の誰かを疑うことだ。18人全員のアリバイはそう簡単には揃わない。常に一人くらいはアリバイの脆い人間が生まれる。俺はそいつを生贄にすることで常に魔女を否定し続けることもできるだろう。しかしそれは断固拒否する。ああダメだぜ、全然ダメだ。18人はみんな俺にとって親たちや親戚たちやいとこたち、そして真面目だったり面白かったりする頼もしい使用人の人たちだ。俺はその人たちの誰を生贄にすることも許せない。かつて俺はその決意があやふやだった。だからその心の弱さをベアトに突かれたんだ。自らの弱点を認め、なかなかできることではありません。マトラ様は19人目が存在する説を槍にする。槍というよりは盾でしょうかな。いずれにせよこれまでのゲームでの無策と違い、戦い方に指針を持たれるのは劇的飛躍と申せましょう。これでバトラ様は敬愛する18人を疑わずに存分に19人目を疑い、人間犯人説を追求できるわけでございます。そういうことさ。最初のゲームのカノン君が殺されたボイラー室とか、他にも他にも。19人目が存在していたなら迷う必要なんかないトリックはいくつもある。つまり18人の誰にも無理だからイコールという図式だけは否定することができるわけさ。ふむふむ、とても良い一手だと思いますよ。私だったらどう切り返しましょうか。たとえマトラ様が理解されたとしても未だに弱点は健在。18人攻めは有効な手でしょうね。マトラ様の守りがどの程度か確かめる意味でも、改めてそこを突くのも面白いかもしれません。ならどう来る、悪魔の執事。バトラ様が刺された19人目の駒を迎え撃つのが妥当でございましょう。バトラ様は19人目にお会いしておりませんね。19人目が存在する証拠を
お願いできますかな。アメーゼ。もちろんその差し手で来るだろうことは読んでいる。それはそれは、受け手をお願いいたします。魔女だの悪魔だの、お前らにこれほどふさわしい言ってはないぜ。それがこいつ、悪魔の証明さ。まあ、へりくつまみれの暴論だとは思うぜ。相手が人間だったなら、寝言を言うなと怒鳴られるところだろうよ。だが、俺の相手は魔女だ。そして、俺たちがやってるのはそういう勝負なんだろう。どんな暴論であろうとも、人間で説明をつけ、魔女を否定する。とにかく、この一手で俺は、二度と親しい十八人のみんなを疑わなくて済む。俺は二度と、前回の失敗は繰り返さない。なるほど。前回の失敗を学ばれているのですね。良いことですよ。さすがに、三度もゲームを重ねると、容量が良くなるものです。まずは自陣の守りを固める。実に堅実な処方です。なかなかの妙手と思いますよ。まあ19人目の人物を仮定したとしても、マスターキーの本数などのように何人人間を増やしても
クリアできないトリックも残ってる。しかし、とりあえずの初手としては悪くないはずだ。バトラ様の切り札、19人目の人物という大駒、証拠はあるのかとの私の一手に、バトラ様は悪魔の証明で反撃。良い攻防です。お嬢様のおられないところで勝手に手を進めてしまうのは申し訳ないのですが、私も少し面白くなってきてしまったところです。お嬢様に代わり、さらに一手すぎ来いよ。魔女だろうと悪魔だろうと相手に不足はねえ。バトラ様の刺された一手、悪魔の証明、これは私ども悪魔のお箱でございますが、他にも私どもにはいくつもの手がございます。ヘンペルのカラスという一手はご存知ですかな。ヘンペルのカラス？何の話だ。これはこれはお嬢様、おはようございます。わらわのいないところで何やら面白そうなことをしていると思えば、ヘンペルのカラスか。なんとも笑える懐かしい一手を、よもやバトラに披露する日が来ようとはな。それは悪魔の証明に並ぶ古典的一手だ。ロノウェイ、それはわらわが指す一手ぞ。わらわの楽しみを減らしてくれるな。出やがったな、ゲラゲラ魔女め。相変わらず下品に笑いやがって。こいつもお前のこと、笑い方に品がねえって陰口言ってたぜ。まあそれは心外な。本当か？めっそうもない。心より尊敬申し上げているお嬢さん、この私めがどうしてそのような陰口を申せましょうか。よくもシャーシャーと言えるもんだな。お前とは仲良くなれそうにないぜ。まあよい、話を戻そう。ヘンペルのカラスは実証を待遇的に行ってみせる。つまりこういう手だ。カラスが黒いことを証明するにはどうすればいい？あ？何の話だ？カラスが黒いことを証明って、カラスを捕まえてきて色が黒いことを確認すりゃいいだけの話だろ。その通り、カラスイコール黒いを証明すればよ。ということは、黒くない鳥イコールカラスではないを証明しても同じ論法になるのがわかるかな。世界中のカラスでない鳥をすべて調べ、それらが黒くないことを証明すれば、それは結果的に、故に黒い鳥はカラスであるとなるわけだ。これを待遇論法という。そなたには難しいか？ああ、まったく何言ってやがるのかさっぱりだ。バトラ様、こういう例え話はいかがでしょう。二つの箱があり、片方は当たりでクッキーが入っているといたします。
もちろんもう片方はハズレで空っぽです。そりゃ当然だろうよ。もし選んだ方がハズレだったなら、もう片方は自動的に当たりってことになる。つまり箱を適当に選び、当たりを引こうとハズレを引こうと、最初の一手でどっちの箱にクッキーが入っているか特定できるわけだ。その通り。開けた箱にクッキーが入っていたなら、悪魔の証明を満たす。この箱は当たり、イコールこの箱にはクッキーが入っている。もうまさに、しかし開けた箱が空っぽだったなら、この時は逆にヘンペルのカラスを満たす。この箱にクッキーが入っていない、イコールこの箱は当たりではないとなるの。そしてそれは箱が二つしかないことを前提としている限り、もう片方の箱が自動的に当たりであることを待遇的に示している。まあ、なんとなく理屈は分かったぜ。毒を制するには毒、屁理屈には屁理屈ってわけだ。それで俺の島には19人目の人間が隠れているに違いないから、18人全員にアリバイが、それは魔女を認めることにはならないを。どう切り。よかろう。わらわの手は教えよう。まず、そなた。18人の中に犯人はいない。イコール。ならば犯人は19人目。としている。ならば待遇としてこうなるわけだ。つまり、犯人は19人目ではない。イコール。ならば18人の中に犯人がいる。はぁ？なんだと？それはどういう意味だ？そなたの指し手を逆手に取っただけだがな。そう難しい話ではあるまい。ロノウェ、説明せよ。そなたのさっきのクッキーの箱の例えは、バトラにわかりやすいらしい。それでは僭越ながら、先ほどの例え話でもう一度ご説明させていただきます。わらわが19人目の箱の中身が空っぽであることを先に証明すれば、そなたは自動的に18人の箱の中にクッキーがあることを認めなければならないということになる。そなたはそれを逆の言い方で口にしたに過ぎんのだぞ。つまり俺の自信満々の一手は同時に諸刃の剣でもあるってわけか。その通りよ。そなたの19人目で全てを説明する一手は、18人でしか説明できないことを認めざるを得ないリスクを背負っている。Thank you.
世の中には悪魔の証明がそうであるように、反論に膨大な手間がかかり事実上不可能であるケースが少なくない。しかしヘンペルのカラスはその問題を逆手に取り、容易に実証することを可能とする。ヘンペルのカラスを使えば様々な暴論が実証可能なのです。例えば、私以外の人間イコール愚かであるという命題があったとします。これを証明するには本来私を除く全人類を調べ、愚かであることを証明しなければなりません。しかし何十億人も調べるなど、現実マトラ様の18箱を開ける手間と全く同じです。しかしヘンペルのカラスならば、その命題は待遇的にこう変換される。つまり、私以外の人間イコール愚かであるをそなた風に言うならば、チェス盤をひっくり返し、愚かではないイコール私として証明しても良いということだ。つまりどういうことだと思う？わらわが聡明であるという事実を知るだけで、全人類は愚かであることの何十億人分もの証明が直ちに終了してしまうわけだ。全人類がわらわよりも愚かであることをわずか1秒もかけずに証明終了できる。世界最強最速の QED、 これぞヘンペルのカラス。なんつ暴論だよ。これはとてもとても便利な一手ですよ。悪魔どころか神々も好む一手です。幸福であるイコール神のしもべを命題とするとき、待遇は神のしもべでない人間イコール幸福であってはいけないとなります。つまり神のしもべがその加護によって幸福であることを実証するためには、その加護を受けぬ人々が不幸であることを実証すればいいわけです。そして彼らは、自らの神を信じない人々を不幸に突き落とすことで自らの幸福を実証する。
人に幸福を与えるには莫大なコストがかかる。しかし人を不幸にするのに必要なコストははるかに安上がりだ。つまりヘンペルのカラスを使えば、神々は実に低コストで信者に加護の喜びを与えられるわけよ。悪魔の理論だ。めちゃくちゃだ。話がそれてしまったようだな。そろそろ話を戻そうぞ。わらわの反撃の一手は以上。そなたの19人目が犯人だから、18人は無実で魔女も存在しないへの反撃は、ならば19人目が犯人でないことを証明できたら、18人か魔女のどちらかが犯人ということで確定するぞ、との確認だ。まだまだ序盤だぞ。この程度で調校するつもりか？いや待て、確認するぞ。確かに俺は分かりやすく19人目という言い方をしたが、悪魔の証明によって18人以上人間を増やせるなら、それは10人いるか100人いるかも分からない不特定多数ということだ。お前が想定する人数より常に一人多い。わかるか？なるほど。わらわが19人目のアリバイを何らかの方法で証明したとしても、その瞬間にそなたは20人目を生み出し犯人だと主張する。これを無限に繰り返すことによって、わらわは永遠に彼らのアリバイの証明が終えられないというわけか。なるほどなるほど。さながらイナゴの大群を呼び出す魔王よな。さすがは金蔵の孫よ。召喚術の才能には恵まれていると見える。つまり
18人以外の存在 X は常にアリバイを証明することが不可能なんだ。どうだベアト、ヘリクス合戦だと分かれば俺も負けねえぜ。愚かしいぞ。わらわこそは無限の魔女。そのわらわに無限にて挑むとは片腹痛いわ。無限を操ることはつまり無限を殺すこともできるということ。わらわが19人目を切れば20人目を切れば21人目を切れば22人目を切れば23人目を呼び34人目を呼び 6K4358兆2235億7967万3204 人目を呼び、わらわを永遠に翻弄で生きるとでも。無限交代とは笑わせる。わらわに無限は通じぬわ。ほう、ならばどうやってこの俺の無限を殺すんだよ。見せてみろよ。わらわには真実を赤で語る力があろうが。来やがったな。わらわが赤で語るとき、そこには一切の幻想がない。わらわがこの島には100人しかいないと一言赤で語れば、そなたにはもはや101人目を生み出すことは叶わぬのだ。ほーら、バトラ。今度はどんな真実を赤で語ってみせようか。どんな拠り所を叩き切って、そなたを絶望に突き落としてやろうか。そーら、いつもの怯えた顔を見せてみるがいい。なに？そなた、笑うか。また抜きやがったな、殿下の方。それで今度はベアトリーチェ様は何をどう赤で語ってくださるってんだ。それはどういう意味か。急に余裕を見せおって。悪いが、その真っ赤な宝刀は俺も抜いてくれるのを待ってたんだ。さて、お前は今度は何を赤で宣言してくれるんだ。言っとくが、そいつは自爆だぜ。その時点でお前は魔女説を自ら捨てたも同然。まさに投了だ。確かに俺にとっても。18人の中に犯人がいると赤で言われることは受け入れたくない悲しい事実さ。たとえ誰が犯人であっても、俺はきっと辛い気持ちになるだろうぜ。だが、それはそれ以前に、お前の敗北も意味する。人間が犯人だとお前が赤で語ることは、お前の投了宣言にも等しい。お前が、俺と差し違えても相打ちにしたいってんなら、それも面白い一手だろうぜ。だが、この勝負は俺の勝ちで終わる。Thank you.
さあ、今度はお前の手番だぜ。そうさ、お前のヘンペルのカラスを使うには、まず、18人以外に何人の人間がいるのかを赤で確定させる必要がある。その上で、それらの人間について、さらに赤で犯人でないことを宣言したならば、なるほど、こいつは俺にとって致命傷になるだろうぜ。あれほど怯えていた赤をもはや微塵も怯えぬとはな。たくましいやつ。抜いてみろよ、殿下の宝刀。バッサリ決まって、今度こそ俺を屈服できるかもしれねえぜ。面白い。こうでなくてはな。さあ、どうしたよ。まずはこの島に合計で何人いるのか。さもないと、お前のカラスは俺に切り込めないぜ。破れかぶれか、こうもやりにくいと。捨て身というやつは、いつの時代も侮れんな。やはり金蔵の孫か。追い詰められれば追い詰められるほどに不敵。膠着しましたね。せっかくの紅茶も冷めてしまいます。お嬢様、面白くなってきたぜ。バトラー。
拉致が開かねえな。なら、ズバッと気持ちよく、いつものやつで行こうじゃねえか。ほう。ならば頼もうではないか。あれを聞かぬと、やはり始まった気がせぬわ。行くぜ、ベアト。復唱要求。この島には18人しかいない。こいつを赤で言われちまったら、俺は18人の誰かを疑わざるを得ない。19人目の仕業にはもうできず、八方塞がりさ。だが、俺は18人の中に犯人が絶対にいないと信じてる。あんな残酷な殺人を、18人の誰にも起こせるものか。繰り返すぞ。復唱要求。この島には18人しかいない。拒否する。理由は明かさない。続けて復唱要求。この島には19人以上がいる。でもいいんだぜ。お前が赤で言えないなら、この島の合計人数は18プラス X ってことになる。この X は初手で許すには相当でかい大駒だぜ。何しろ以後18人の誰にも不可能だった、全て18人以外の人間 X で説明可能になる。全員アリバイ系の密室を全て打ち破れる大駒だ。
どうしたよ。繰り返すぜ。復讐要件。この島には19人以上がいる。拒否したな。ということは今後、俺は18人以外の架空人物 X を何人でも使い放題。好きにするがよい。わらわはそなたの復讐を拒否した。今はそれで十分であろう。拒否の理由は、いや、今はまだ明かさぬ。いずれすぐにわかる。もったいぶりやがってよ。あえて使わぬ赤もまた赤らしい使い方よ。そなたは赤き宝刀と呼んだな。愉快な例え。わらわも使う。宝刀は抜かぬうちが花。むしろ抜かぬことによって醸せる威風というものも。そうだな。俺はお前がいつ赤でひっくり返してくるか常に念頭に置いて戦わなければならない。こいつはエレープレッシャーだ。それに副将を拒否される方が辛い場合もある。何しろ俺の読みが正しいから拒否できないのか、ミスリードにはまって泳がされてるのか、区別がつかないか。そういう意味ではなるほど、抜かずの宝刀ってわけだ。同じ突き落とすなら少しでも高いところに行かせてから行かい。まだ始まったばかり。まだまだ。この勝負は今はわらわがリザインする。あわき勝利に今はよい。今はよい。お見事です、バトラ様。まずは序盤は、バトラ様有利の展開でスタートというところでしょうか。さあな、この駒が俺の手でもぎ取ったものなのか、取るよう誘導されたものかはまだわからねえな。どうせお前のことだ。俺が罠にはまり始めてるのを知ってて、白々しく拍手をしてるんだろ。まさか。序盤とはいえ、お嬢様より一本を奪った手腕を純粋に祝福いたしております。何しろお嬢様はすぐ増長するお方。たまにはこのような刺激も良い薬かと思いますよ。お前んとこの執事、ほんと口悪いな。であろう。たまにわらわでもカチンと来るぞ。それはそれは大変に失礼いたしました。さあさあ、お嬢様にバトラ様、紅茶のおかわりはいかがですかな。まだゲームは始まったばかりでございます。ゲームを彩るお茶とお菓子はどうか、どうぞお気兼ねなくゲームをおすすめになってください。そうさせてもらう。先を進めるぜ。これからが本番だ。よかろう。時計を進めようではないか。ロノウェ、紅茶を頼む。かしこまりました。クッキーは？いらぬ。ベルゼブブにあれば喜ぼう。しばし沈黙せよ。
よかろう。何？上等じゃねえかよ。お手並み拝見と行くぜ。やはり見逃すには惜しい大駒よ。拙速かもしれぬが、動かせてもらおう。赤は使わぬが、今よりそれをわらわに代わってローザが説明する。聞くがよい。もちろん私も同意よ。ローザもそうでしょ？ローザ？ごめんなさい。私も同じよ。同意するわ。どうしたんや、ローザさん。あんたさっきから随分おとなしいな。体調でも悪いんとちゃうか？あんたさっきからぼんやりしてるわよ。そんなので遺産が守れると思ってるの？あんたも一児の母なんだから、もっとしっかりなさいよ。ごめんなさい。朝がだいぶ早かったんじゃないかね。体調が悪いなら無理をしない方がいいだろう。客室にベッドの用意がありますよ。お休みになってはいかがですか？ご案内しますよ。いえ、大丈夫です。ありがとう。どうしたんだ？何か心配事でもあるのか？いえ、別に。そう？さっきからずっと心ここにあらずという感じよ。そしてそれは、今私たちがしている議題と何か関係があるんじゃないかしら？どうしたんだ？さっきからおかしいぞ。何か思うことでもあるのか？わしら全員で団結しようって誓い合ったばかりやないか。一人で悩むなんて水臭い話やで。話したってな。ローザ、話しなさい。いえ、ベラトリーチェっていうお父様の愛人って本当にその生きてるのかしらって思って。はあ？そりゃ生きてるに決まってるでしょう。こうして手紙を送ってくるぐらいだもの。元気かどうかは別の問題だろうけどね。肖像画の美女も今じゃきっといいお年だろうぜ。元気やと思うで。金のことで悪気で働くやつは決まっていくつになっても元気や。案外悪巧みは最高の回春剤かもしらへんで。生きてるはずないの。え、今なんて？ベアトリーチェは死んでるのよ。私が殺した。なんだって。Brother What? どういうことよローザ。でも私が殺したわけじゃ。でも私があんなところに連れ出したから、やっぱり私が殺したのよ。あれは夢だと思い込もうとしたのよ。でもやっぱりあれは夢じゃなかったのよ。だからこれはベアトリチェの亡霊からの手紙なのよ。
どうか落ち着いて、ローザさん。わしには何がなんやらさっぱりや。もう死んどる？どういう意味なんや。二つの意味があると思うわ。まず一つ目は言葉通りの意味、そしてもう一つは私たちの想像が正しかったことを裏付けるもの。ということは、ローザはベアトリーチェに会ったことがあるというのか。そんな話ローザの口からは一度も聞いたことがないわ。ローザ、いつよ。あなたは一体いつベアトリーチェに会ったのよ。昔よ、ずっとずっと昔よ。まだこの島に引っ越してきたばかりで、私は幼かった。私は悪くないの。私が殺したわけじゃ。落ち着け。誰もお前を責めちゃいねえぜ。まずは水でも飲め。な、夏希さん、水差しを頼む。あ、はい。どうぞ、ローザさん。どうか落ち着いて。ベアトリーチ。